はい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 、はい、お疲れ様です。今回もハードオフのジャンクコーナーでジャンク品を漁ってきましたので紹介したいと思います。で、今回漁ってきたジャンク品がプレイポータブルゲーム、まあ、あの携帯ゲーム機に似てるあれですね。330円で買ってきました。箱がついてて330円、お得。118もゲームがね入ってるということで、まあこれはねかなり面白いんじゃないかということで買ってきました。まあ、早速開封してみましょう。あ、ペライな。あ、ちっちゃ。1000。待て、12センチ、6センチ。液晶はここに書いてますね、 1.8 インチから液晶モニター。写真はイメージです。なるほど、ゲームボーイアドバンスと比較したらこんな感じです。わお。まあでもね、このゲームってすごい良くて、というのもなんと先ほども紹介した通り118もゲームが入ってます。118もゲームが入ってる携帯ゲーム機ってないですよね。早速このゲームやっていく。すごい、電池式だ。単三電池じゃないってところがなんかちょっと腹立つな。電源がこれか、チャラい。お、おお、音が後ろから来てるのか。なるほどね。でこれはもう飾りなんだな。飾りだな。はあ。サウンド、これで音を、あ、これで音を変えるね。ここは消えた。リセットボタンか。でこれが SP。 あ、始まった。マッチスティックマン。あ、戻るんだが、ん、説明書はない。ここで始まるのじゃ。ああ、ここがスタートボタン的なやつか。これがリセットって書いてるもんな。おお、始まった始まった。おいおい、少々作品かよこれ。なるほど、蹴りがあると。おお、ビッタンビッタンするね。はい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 、なるほどね。はいはい、まあこれ、なるほどね。はいはい、もうとりあえず格ゲーね、少々作品の格ゲーね。はいはい、わかりました。で次行きましょう。これ118あるんか、道のりが長いな。で次がこれは P1 ステージ1。はい、おおお、パンダ。なるほど、これはあれか、一時流行ったチャリソーみたいですか。あら、機関モードか。よし、なるほど、もう味わってる場合がないんで次行きます。ラピッドレクション、説明がない。ユールズ負けたんだが、説明がないぞ。ん、どういうことや。あ、なるほど、アイコにしましょうってやつね。 You win、 あなたが勝てばいいってこと、これね。はいはいはい、でアイコにしましょう。で負けましょう、だからこう、おほほ、なんかチークゲームみたいでしたね。じゃ次行きます。2048、これはなんだ、説明がないんだよな、わざわざ。ん？お、お、あー、分かってないよ。こうやろ？なるほど。全部が動くんだな。こう。で、こうで。で、こう合わさると。合わさると。なるほど。やべえな、これ。これ、レーシングか。ステージのセレクト画面みたいなのが一緒やね、全部。どこで進むの？ああ、ここで進むんだ。はいはいはい。ああ、あったな、こういうゲーム。はい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 。ほう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 。危ない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 。はいはいはい。なるほどね。これで100キロが限界なんですね。ずっとボタン押してるけど、当たるとダメなんでしょうね、多分。
あ、違う。なるほど。上ボタンを押せば、さらに、やばいやばいやばいこれ。おお。なるほど。もういいです。だいぶお腹いっぱいだけど、やっていく。説明がないけん分からんのよね、これ。なるほど。こういうことだろう。これが元祖あれか。ポコポーコみたいなやつか、これ。そうだな。これポコポーコだな。これあれだろ、まとめてボンで、ファイヤーみたいなやつ。こういく。こういく。そう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 。これポコポーコだな、よし。次、パラチューテ。パラシュートね。助けましょうってことやな、きっと。ああ、ごめん。なるほど。ゲーム&ウォッチでありそうなゲームか。よし、満足。はい、次、ダンクウォー。これは、何？だいたい深夜にこれを撮ってる時点でもう頭回ってないからよく分かってないんですよね、これ。ああ、こういうの撮ったらいいんか？え？ああ、弾を撃つと。うわ、うわ、うわ。そう、撃て、追放。ここでどんどん進んでいくと。なるほど、これ進んで、進んで、進んで、撃って、撃って、進んで、撃って。危ない。上の赤いのがゲージか、自分の。そうやな。よしよしよし、分かってきたぞ。よし、分かってきたところでやめまーす。CS Fire。あ、これちょっと面白そうやね。はい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 。みんなに、どんな感じよ、これ。横スクロールで。あ、これおもろいんじゃないの、結構。これ。これ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 。これはもう、まんまコントラだな。あ、これコントラだな、これ。コントラですね。ほらほら、出方がコントラだ。これ、くるくる回るあたりとか。処理落ちがすげえ。でもあれだね、これ。自分がもし、小学生とかだったら、めっちゃ喜んでやると思う、これ。めっちゃ飛ぶね、こいつ。すげえ。この糊みたいなのに乗って、撃つ撃つ。よし、コントラだった。次が、Where to go?Where to go? おーおー、どうした？走ってる？親子が？これ親子か？逃げてんのか？夜逃げかもしれない。エンジンを取ればいいんかな？なんでなんで？お、お、お、ついてきたぞ。エンジンはなんで飛ぶんだろう？あ、女の子。これは？これなんか、え？どういうこと？パパイエイエイみたいな。あれか。こうやって。なるほどね。端っこに行きすぎたらダメなんだ。ああ。目覚ましにしたい。はい。次。これ118あんの ?118 あるってことは？やべえな。これで無駄、俺10しかやってないんか。よし、わかった。とりあえず一旦ここでやめよう。とりあえず一通りのゲームをやっていきます。疲れた。はい、ということで今回 PSP っぽい PPG プレイポータブルゲームやってみました。とりあえず今回は118分の10まではやったんで、残りね、ちょっとずつやっていこうと思います。ぜひですね、この内蔵ゲームが知りたい方は続きをお楽しみにしてもらうか、ハードオフで探してみてください。ということで今回は以上です。ありがとうございました。バイバイ。